今回のテーマはガンマ線バーストの超強力なジェットをちょっと横から見るとどうなるです面白かったら高評価チャンネル登録お願いしますさらにコメント欄に感想など書き込んでいただければ幸いですガンマ線バーストは宇宙最大の爆発現象で最遠方でも発生することから宇宙が誕生してから初めて作られた星からも 観測できると考えられていますまた明るいガンマ線バーストを使ってダークバリオンや宇宙が電離された時期を調べられるので現代の天文学の研究に欠かせない天体現象の一つとなっていますよくガンマ線バーストのプレスリリースなどの想像図でこのように星が爆発していてそこからジェットが噴き出している様子が示されます細く絞られたジェットが地球方向に向かってきています このジェットトを真正面から見た場合にガンマ線バーストとして観測されます細く絞られているのでなかなか地球に向かってきていないと思われるかもしれませんが全天を観測すると1日に1から2回と非常に頻繁に観測される天体現象です素朴な疑問としてジェットを真正面から見るとガンマ線バーストになるのであればジェットを少し横側から見たらどうなるのでしょうか 今回は予想される特徴をまとめて実際にジェットを斜め横側から観測した場合の天体現象が見つかっていることを紹介しますまず予想される観測的な特徴をまとめてみましょうガンマ線バーストは観測できる現象として3つあります主にガンマ線や X 線で観測できるプロンプト放射 X 線から電波までのあらゆる波長で観測できる残光 そしてガンマ線バーストが発生している環境を示すボギンガですまずガンマ線バーストのプロンプト放射について見てみましょうプロンプト放射の高度曲線はこのように非常に短い変化を示しており典型的には数秒から数十秒で暗くなり消えていきます右の図のスペクトルはこのような山形を示しており高いエネルギーのガンマ線は 1> 1メガエレクトトロンボルトを軽く超えるようなぜガンマ線バーストは高速の99.99% 99よりも速いの動画で紹介したようにこの観測される高度曲線とスペクトルを説明するためにはガンマ線バーストが地球に向かってほぼ高速の速さで向かってきている必要がありますつまり相対論的なビーミング効果です ビーミング効果というのは地球の方向に光の速さで近づいているとすべての天体からの放射はこの図に示すようなビームの中に入ってしまいますこのビーミング効果の角度はローレンツ因子ガンマの逆数で計算されますローレンツ因子というのは高速 C と天体が動いている速さ V でこのように定義されますなのでジェットを真正面から見ていると 天体の速度は最も速いので、ローレンツ因子は大きくなります。同じガンマ線バーストのジェットを少し斜め横から見ると、地球に向かってくる天体の見かけの速度が遅くなるので、ローレンツ因子が小さくなります。このビーミング効果により観測される光のエネルギーは、ドップラー効果でいうと正方変異します。つまり、もともとのエネルギーよりも大きく観測されるので、天体からの光は、 もともとガンマ線ではなくて X 線や紫外線くらいで良いですローレンツ因子の大小によってスペクトルのピークの位置が変わると期待されています実際にプロンプト放射のスペクトルをスイフト衛星や日本のスザク衛星のデータを使っていくつか作ってみると典型的なガンマ線バーストの山形のスペクトルのピークは一メガエレクトロンボルトつまり1メガエレクトロンボルト 1000キロエレクトロンボルト付近にありますが100キロエレクトロンボルト付近にもピークを持つような X 線が豊富な X 線リッチガンマ線バーストもありますジェットを斜め横から見るとローレンツインシを小さくすることができますが X 線リッチガンマ線バーストでもまだガンマ線バーストのジェットをほぼ正面付近から見ている必要がありますさらに横から見た場合にはこのようなスペクトルが期待されます つまり10キロエレクトロンボルトよりも低いエネルギーの X 線でしか観測できないような天体現象となると期待されます次に予想される残光を見てみましょう残光もガンマ線バーストのジェットに相対論的な眉構造を発見の動画で紹介したように相対論的なビーミング効果が鍵となりますここではガンマ線バーストのジェットの形を 緑色のののコーンととししまますすこのジェットの中をを残光を放つ衝撃波が地球に向かっているとしますこの場合この衝撃波から出てくる光は衝撃波の速さによって相対論的なビーミング効果を受けます。残光が放たれた頃はこの衝撃波のスピードは速くて残光はこの赤いビームのように細くなっており全部の光が地球で観測されます。 だんだんと衝撃波のスピードが落ちてくるとともに明るさもこのように暗くなっていきますそしてジェットの広さと相対論的なビームの広さが同じになるとそれを境に急激に暗くなっていきますこれはこの図の赤い相対論的なビームの効果がジェットの広さよりも広くなって地球に向かってこない光が多くなるためですこのジェットを斜め横側から見るので 一番上の図のののの図場場合合はは黄色の矢印の方向かからら観観測測した場合残光からの光は観測できません真ん中の図のようにビーミング効果が弱まってくると黄色の矢印の方向からも残光が観測されるようになりそして暗くなっていきますなので残光の高度曲線や明るさはジェットを見る角度によって山形の形になりますこの図は予想される残光の高度曲線を 正ジェットを見る角度が大きいほど高度曲線のピークは遅くなりピークの明るさもどんどん暗くなります最後に発生する環境つまり出身地を示すボギンガも見てみましょうハッブル宇宙望遠鏡の観測によってたくさんのボギンガの形が捉えられているのですが どの銀河も不規則な形をしておりしばしば複数の銀河が合体しているような様子が見て取れます一方典型的な重力崩壊型の超新星の母銀河を見ると多くのものがこのような渦巻き銀河であることがわかります以上のような予想される特徴をまとめるとプロンプト放射はガンマ線が見えなくてスペクトルのピークは X 線よりも低いエネルギーになり 残光は山形の時間変動を示すことになりますただし環境は全く同じであるのでボギンガは同じになりますではこのような現象は見つかっているのか見てみましょうガンマ線バーストと違って x 線で広い視野をモニター観測する必要があることや残光が暗くなるなど 観測が難しくなるのでこれまでに一例だけ見つけることに成功していますこの一例は日本の理化学研究所で開発された X 線モニターを搭載したヘティ2衛星によって観測された X 線フラッシュですこの図はプロンプト放射の高度曲線で横軸が時間で秒で四つの異なるエネルギーの X 線で示してあります青い網掛けの部分のように ガンマ線バーストと同様に数十秒と非常に短い現象ですただし1 0ボルト以上の X 線ではシグナルが検出できていません上の2つのパネルのように1 0ボルト以下でしか爆発現象を観測できていませんこのような現象を X 線フラッシュと呼びますまたスペクトルのピークも3キロエレクトロンボルトと典型的なガンマ線バーストよりもす 2桁も小さくなっていますこの図はスペクトルのピークの値のヒストグラムをさまざまな衛星の装置ごとにプロットしたものです黄色の網掛けの部分が X 線フラッシュで典型的なガンマ線バーストが紫の網掛けの部分です緑色が X 線リッチガンマ線バーストです1 0 k ボルト以下の X 線でモニターできる装置がほとんどないので X 線フラッシュの観測が非常に限られていることもわかりますでは残光を見てみましょう日本のスバル望遠鏡やアメリカの VLA という超大型電波干渉系によって残光が検出されていますスバル望遠鏡の観測によってジェットを横側から見た場合に特徴的な山形の時間変動を捉えることに成功しています 爆発から半日後くらいから明るくなる残光は、ジェットの開き角の2倍ほど、横側の角度から観測した場合に最もよく説明することができます。さらに、星の爆発現象であることの証拠である超新星の成分も20日後くらいから捉えることに成功しています。最後に母銀河を見てみましょう。まず ハッブル宇宙望遠鏡のボギンガの観測を典型的なガンマ線バーストのものと比較してみると不規則な形をしており小さな銀河が合体しつつあるようにも見えますまた世界最大の電波望遠鏡によっても最近観測が行われており銀河の特徴的な星形成率やガスの量などが測定されてガンマ線バーストのボギンガが持つ相関関係と一致する結果になっていますこの図では 黒字で書かれた数字のものがガンマ線バーストで赤字のものが X 線フラッシュになっていますまだはっきりとしたイベントは1例しか観測できていませんがガンマ線バーストのジェットによる星の爆発の統一モデルがこのように描かれていますこれはすでに完成している超巨大ブラックホールを持つ活動銀河核の統一モデルと似たようなものですジェットを 真っ正面から見た場合がガンマ線バーストで少し横側から見た場合に X 線フラッシュになりますこの統一モデルに従えばさらに角度を大きくしていくと X 線フラッシュも見えなくなり残光だけが観測されるこじ残光や超新星成分だけが観測されると期待されますまたジェットを真っ正面から見ていてもジェットのパワーの強弱により 観測される現象が変わると期待されています例えば新しい種類の超新星爆発の発見牛型の動画で紹介したような新しい種類の超新星爆発は純相対論的なジェットを持っているのでこのような星の爆発の統一秒像で説明できる可能性があります今後の研究の進展が楽しみですねこの動画をご覧になって 面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。